こんにちは、赤石奈々です。今日はじゃん、主人とデートに行く日のバッグの中身を紹介したいと思います。ではでは、奈々チャンネル始まるよ。このバッグはですね、グアムに行った時に親友とお揃いで買ったミュウミュウのバッグなんですけれども、こういうストラップがついてて、あの斜め掛けにすることもできるんですけど、息子を置いてのデートだったらキラキラのストラップのみにして、私はこういう風に持って、クラッチ風に持ってることが多いです。あんまりこう持たない、こういう風に持ってちょっと飾りっぽくすることが多いです。では早速中身を紹介していきたいと思います。このバッグはこう2つに分かれていて、1つのポケット、もう1つポケットで、ここにカードが入るポケットがあるので、念のためにクレジットカード1枚ここに入れてるのと、あと自分の名刺ですね、名刺も入れてます。なんかあの、何があって自己紹介することが起きるか、起きることがあるのかわからないので、一応名刺も持ってますね。あとこれはハンカチ、これレースがね、すっごい可愛いんですけど、しまむらで買いました。私ハンカチは白が好きで、タオルとかハンカチとかシーツとか全部白が好きなんですけど、これはしまむらで200円くらいだったので、いいのかなと思って買ってみました。あの布がちょっとガサガサしてるかなって思った。で、あとはヘアミストですね。香りは香水は重ね付けしないんですけど、ヘアミストはこう毛先にシュッてちょっと一吹きくらいして重ね付けしたりすることがあります。シャネルのチャンスオータンデルヘアミストを持ってます。ヘアミストだとすごくこのくらいちっちゃくてバッグに入るし、いつでも直せるのですごく好きです。ちょっとお化粧直す時用にミラーを持ってますね。私はお化粧直しは基本的にリップしかしないので、このくらいちっちゃいミラーで大丈夫です。このミラーは持ってたミラーを割っちゃった時に主人がプレゼントしてくれたミラーで、なんかこのアンティークっぽい感じがすごい気に入ってます。これよく見ると中がレッドなんですよ。ここもすごく気に入ってます。お揃いの櫛もセットだったんですけど、ちょっとそれはどっかに行っちゃいました。あとリップですね。リップはイヴ・サンローランのボリプテティントインオイル13番です。このリップはすごくサラッとしてるし、ティントだから色が落ちにくいんですけど、私がいいなって思ってる点はグラスにベタッと色がつかないんですよね。お水とか飲んだ時にリップを塗ってたらちょっと色はついちゃうと思うんですけど、これもまあ少しはつくんですけど、ベタッとはつかないですね。あのシャネルのグロスとかだとすごく色が濃いので、カップにもう唇の跡がつくくらいベタってついちゃってて、あの発色とか塗り心地とかもものすごく気に入ってたんですけど、そこだけがちょっとどうなのかなって思ってて、でワインとか飲んでてもこうスッと拭けば消えるので、あんまり見苦しくないというか、そういう点が気に入っていて毎日使っていて、もう絶対リピートしようと思っています。このね、13番のカラーはすごいこういうちょっと濃いめのピンクですごくいいと思います。塗り心地もサラッとしていて軽いし、これはすごくいい。次、ミンティアですね。これは私のバッグの中身紹介では必ず入ってるんですけど、ミンティアを、あ、見えるかな、詰め替えて持ってます。これはね、全部ここで違う味が入ってて楽しめるようにしてたんですけど、なんかね、今は全部同じ、あの青いやつ、アクアスパークが入ってます。これをちょっとこうつまんだりします。デートの時は基本的にハンカチ、鏡、リップくらいかな、これが入ってました。はい、これで
全部ですね。結構荷物は少ない方かもしれないですね。お化粧直しがリップだけなので、私がデートに行く時のバッグの中身はこういう感じです。この動画を楽しんでいただけた方は高評価ボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こういうこのストラップ、これもこれ外せるのかな、これも外せ、これ外せるんだ。